はい、どうも誠です。今日はワンオクロックの Wherever You Are の解説をしていきたいと思います。今回は初心者の方のために簡単にアレンジしたバージョンで解説していきますので、よろしくお願いいたします。 BPM が174、チューニングはレギュラーチューニングです。では早速やっていきたいと思います。はい、この曲なんですけど、まあ、楽譜通りに弾くと、まあ、割と、まあ、慣れればどうってことないんですけど、まあ、ちょっとね、弦飛びとかちょっとすごいんで、まあ、これを初心者の方に向けての、まあ、簡単アレンジしたバージョンでちょっと解説していきますので、お願いします。どうしましょう。イントロから、じゃあ、まあ、基本的に全部一緒なんで、まあ、とりあえずちょっと イントロだけ一回区切ります。はい、こんな感じになります。イントロね。あともサビまで一緒なんで、基本的に。そのワンセクションちょっとまとめて弾いちゃいます。はい、もうなんていうんですか、もう全部を削り落とせば、もうサビも全部これでいけます。まあ、余裕があるなら、サビの終わりはサス4を足したりとか、した方が、まあ、味付けにはなるんですけど、まあ、別になくても全然多分、まあ、ボーカルは歌えると思うんで、弾き語りやる場合ね。これ以上簡単にはできないんで、まあ、あとは押さえる場所を、まあでもオンコードあるんでね。まあそうですね、多分これが一番、この世で一番簡単な Wherever You Are ですね。まあ、結構時間たっぷり余りそうなんで、ゆっくり解説していきます。ちょっとズームをして、まあ最初にゆっくりタブ譜出しながら弾いて、でそれ終わってからちょっとゆっくり、まあ部分的に解説していきたいと思います。はい、じゃあメインの部分なんですけど、最初が E ですね。基本的に全部ルートの音と、まあ、5度の上の音に絞って弾いていってます。次が、D シャープで、オン E なので、薬指と小指はそのままで、人差し指だけ移動させる感じで。まあ、この簡単バージョンで言うならば、まあ、ここが一番の難所ですかね。まあ、ちょっと指開かないといけないっていう。で次が C シャープ。次が G シャープマイナー7で、そのまま人差し指だけを、6弦に下ろしてください。はい、で次が A ですね。で次が E、 また A に戻って、最後が B です。まあ、やっぱり簡単なんですけど、やっぱり原曲通りの弾き方に比べると、まあ、若干音が曇るというか、
iPhone ケース。はい、まあ言うても解説終わってるんですけど、どうしましょうか。ちなみにオリジナル通りに弾くとこんな感じなんですけど、まあ、やっぱりきらびやかさで負けてますね、簡単バージョンは。はい、では今回はこんな感じで終わりたいと思います。やっぱり曲を弾けるとギターの楽しみって増えるので、難しくて諦めるんじゃなくて、やっぱり簡単アレンジでも曲を弾けた方が楽しいんだとは思います。